選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい。おはようございます。村人陣営でした。そうですね。トップバッターですので、まあ、ちょっとだけ進行論を言いたいかなって思っています。やりちまさん、ありがとう。私がお願いしたいのは、前の人の印象にどんどん触れていって、もしその人が白いって思ったり、黒いって思ったり、怪しいって思ったら、理由をつけてから結論を述べて、理由を言ってくれるようにしてくれた方が、多分他の人に言語化されていて伝わりやすいと思うんですね。あの人が何々何々って言っていても、結局なんか結論言わなかったり、どこをどう思ってるか言わなかったりしたら、みんなに伝わらないと思ってるので、はい、理由は必要だと思っています。それくらいですかね。あとはみんな、おのおので盤面固めてくれると、この位置なんで、ありがたいかなって思ってます。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうだな、じゃあ8番さんの印象は、結論から言う、自分いつも逆なんやな、思ったことを言って結論になっちゃうから、そこら辺じゃ気をつけて発言していこうかなって思ってます。はい、まあ俺の精査の仕方としては基本的には単体精査で、違和感あるとこから釣っていきたいなとかって思ってますね。はい、この、まあ、別に特段これやりたいとかっていうのないんでね、自由に動いてくれたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、あとね思ってるのは、基本トップバッターの進行に従った方がいいんじゃないかって思ってるよな。はい、そんぐらいかな。以上です。1番のプレイヤーが発言します。いや、俺はちょっとトップバッターの進行には従いたくないね。俺自身のやっぱ強い進行論っていうの持ってるから、自分ちょっとやっぱ潜伏強いと思ってるから、8番さんもなんか盤面固めてほしいって言ったし、9番さんも8番さんがその盤面固めてほしいって言ったのに乗れってことなんでしょう。いや、それってもう一周目から役出て盤面固めて SG1 作り、8級に人狼がいた時って一周目役出ちゃうと、もうここ SG1 にしようって狼できるんよね。で、逆に出ないと SG1 定められないから、狼の方が潜伏されるとやりにくいから、ちょっと俺8級怪しいかなと思ってるかな。ちょっと盤面固めて SG1 作りたいんかなと思ってるんで、まあ、ちょっとヘイト買うかもしれないけど、俺両方怪しんでます。2番のプレイヤーが発言します。占い師ランダム7白、ランダム7白です。8、9、1比べたら1番が印象悪いですね、少なからず。8、9に人狼目線を追うんだったら、8番の発言で、各々が役出てほしいってことは、8番って少なからず、なんだろう、一つの役で出るって決めてる人物で、なんか潜伏とかってあまりなさそうな雰囲気あったから、なんか人狼過程において、潜って盤面固めてほしいっていう、なんだろうな、あまり俺が一番の目線に立った時に、人外要素って潜伏が強いって思ってる人が潜伏を感じなかったから、人外なんだろう、分からんかった、汲み取れんかったっていうのが一番なのかな。うん、8級の際はあまりないっすね。8番の進行に9番乗りたいけど、9番ってなんだろう、発言上結論から述べないで精査してって発言、まあ、いや、その話は聞いてたからみんなわかるでしょっていうぐらいですかね。進行としてグレーズリー盤面だって、なし進行、それ以外安定。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。8番さんは別に私は怪しいなと思わなかったです。まあ、普通のこと言ってんなぐらい、8番さんそういう人なんだなぐらいで、9番さんについては、8番さんの意見を、なんだっけ、トップバッターの信号に従った方がいいって言ってたけど、結局なんか8番さんの印象をつけんかったなって思った。9番さんのその思考で8番さんの印象をつけなかったなって思った。
8の印象は結論から言う気をつけるしか述べなかったから、9番さんはちょっとだけ違和感を感じましたぐらいですかね。2番さんが1番さんに対してちょっと、なんだろう、ヘイト向けてたけど、まあ、1番さんは狼だったら8級にヘイト買うようなことするかなと思うから、そんなに怪しいかなと思う。あんまり考え方が合わなかっただけじゃない、2番さんとは思ったって感じですかね。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。まあ、8番に関しては2周目なんじゃないかな。言ってることって一進攻論じゃないかなと思ってるけどね。前の人に印象に触れてってことでしょう。で、で9番に関してはね、8番結論から言って理由を述べろって言ってんか。9番が、いや、僕、思ったことを言うんだよねって言って、それって結論じゃないの、先に。思ったことを言うって結論だと僕思うんだけど、だから8番に、そうするねって言ってるのは、どういうことなのと思ってるけど、9番が。多分、思ったことがすべ、それが結論だと僕思ってるから。だから9番はちょっとわかんないかな。うん。で、1番に関しては結構、極論かなと思うんだけどね。まあ、進行論の違いでそれで8番、9番がおかしく見える、やったら1番の視点に立った時にはわかるけど、若干。はい。3番はまあ、普通かな。5番のプレイヤーが発言します。今のところちょっと塩で見てるの4番さんかなと思ってる。3番さんがちょっとあんまりも、どうかな、あんまりヘイト向けたくないような感じがしてるんですよね。ね、1番さんの位置だったら、まあ、単純な進行論だけど、そこで、印象悪いとは言ってただけで、別に黒塗りとかもしてないから。てかまあ無理だよね、進行論の違いだけで。俺は8番さん結構いいなと思ってしまったんだけどね、すごい印象はいいんだけど、まあ正直、まあね、2周目かなとは思っている。結論から言って、大事なことだと思ってるし、まあ仕事する上だったら、やっぱり、結論からいいよねっていうところなんだよね。で、まあ確かにな、4番さんが9番さんに続いてた内容はあれなんだけど、まあ9番さんの、なんだろう、印象いいなと思ったのは、まあ、最初の言った人の進行に乗るのが大事だよっていうところはいいなとは思っている。まあ、ただ他に関しては4番さんの言う通りかなと思っていて、まあ、結局結論。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営集は特にありません。なんか進行論のなんか取り合いとかで、なんかあんまり議論が発展しないなっていう現状、率直に思ったことですね。はい、直近の5番から触れると、なんやろうね、なんか3番が色受けないからっていう、なんやろ、なんかいろいろ言ってて何が言いたいんだろうなって感じですね。はい、4番は別に9番にその結論から言うっていう、なんか精査じゃなくてなんか指摘ですよね。うん、3番はまあ、なんか、特に、なんやろ、印象がないというか、1番は、自分の進行論が強いって言ってるんですけど、8番の進行論と別に、対比の進行論を言ってるわけじゃないんで、両方その、組み合わせして、ミックスしていけばいいんじゃないかなと思いましたね。その1番の進行論で言うと。8番は2周目ですね。そんな悪いこと言ってない。9番、結論から言おう。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分の主張っていうのは、とりあえず3値を上げてくれみたいなことで、その後に理由を言った方が、まあ、言語化できるみたいな感じで、9番に逆の思考で、まあ、理由から言ってしまうんだよねって。とりあえず8番釣りをしていけばいいんじゃないの、9番で。その考えだったら。って普通に思っちゃうんですよ。だから、とりあえずその後に言った、8番がトップバッターで言ってそれを言ってるから、まあ、8番に従いますって言って、黒いって言ってるんですよ。で、9が、に黒塗れてる3、4あたりは普通の思考で、5番がおかしいか。4番が白いと言ってきながら、最後、いや、9番さんのその考えが8番のトップバッターに乗るっていうのはいいと思ったっていう。思考がおかしいですね、9番さんが。まあ、それぐらいですかね。1番がやりたいことは、まあ、わかるけども、とりあえず、例えば1番が占い師だとしたとするよ。その場合結構新芽取れないですね。はい。8番、7番、両方、8番、7番が両方、8番、9番が例えば両方白だと、まあ、それぐらい。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いいたします。役職、はい、5番さん、例の4番さん、棋士、ありがとうございます。
ってことはもう平和蔵ですね。はい。もし広範囲にその狼がいる場合っていうのは平和盤面を作っているから、そこのラインとか見ていきたいんですけど、ただまずその単体で皆さんに思ったことを言っていきたいと思います。あ、ごめんなさい、これ白崎とか関係なく私が思ったことを言うので。平和、はい、平和あ、ごめんなさい、ちょっと寝起きでごめんなさい。はい、で私が思ったのは、今日釣りたくないなって純粋に思ったのは3番さんと6番さんと7番さんなんですよね。だから残った4、5を9番さん、1番さんが気になっていて、私の目線の中でね。で、その3番さんと6番さんと7番さんを釣りたくない理由なんですが、私も9番さんに対して若干の違和感を持っていたんですよ。9番さんの中で私の城を知ってる人間なのかなっていう風に捉えられていて、ちょっと違和感を感じていたんで、そこに気づいてくれた3番さんっていうのが素直に私の中で印象が良くて、そこを続けてる3、6で、7番さんは5番さんに対してその9番さんに印象いいって言ったのが気になっているって言ってたから、7番さんっていうのもなんだなんか違和感感じてくれてるかなと思ったから、3、6、7以外から9番のプレイヤーが発言します。367、はい、よろしくお願いします。じゃあまあ一番さんに感じたことは進行論の違いだよねって感じかな。そんぐらいしかないな。強い進行はあるのは分かっているが、やっぱトップバッターの位置で思考開示をしている盤面って、基本的にはその人に乗っていってあげないと、結局その人が SG1 になりかねんから乗ってあげた方がいいんじゃないっていう思考だからね、俺の中では。で、じゃあ次に気になってるのは俺は3番さんかな。3番さんが8番さんの思考をいいっていうのであれば、3番さんのスタートは9が怪しく見えていて理由が伴ってくると思っているから。わかる？言ってること。乗っかるんであれば、私は9が怪しくなっていると思っていて、理由が伴ってくるから、そこは理由から入って9の叩きが、9が怪しいって言ってるから、8の思考には乗っかれていない。はい、かな。6番さんに関しては特に印象なかったかなと思ってます、現状。で、7番さんに関しては、9はじゃあ8釣り押しとけばいいんじゃないのとかってなんか言われたんやけど、それはそれでなんかよくわからん思考してんなって思ってましたってぐらいかな。はい。現状だから俺は3から釣りたいと思ってます。現状ね。はい。以上。1番のプレイヤーが。俺今日絶対9番さんには行かない。まず9番さんが一番釣られそうだったと思うよ。この状況って。まず俺が9、8釣りをして、結構4、5、4、6あたりか、9釣りをして、9番が狼なら、まあ占いは出れないとは思うけどね。1周目から役出てっていうか、8の進行乗っ取れって言ってるから、ただ霊能には出れたと思うから、9番が釣り逃れしてない時点で俺9ないと思って3釣りをしてるのがいいと思う。で、今日の絶対釣り位置は3か6ね。多分2が後半に白を打ったから、これちょっともう出れないと思って出なかったんじゃない？ 3 と6が。で、まあ、6番さんがね、なんか最終便乗で9釣り寄せた感じがするし、しっかり釣り寄せてないよね。なんかふわふわ言って、どこに黒塗りしようか、まあ9に集まってるから9とか言って終わったでしょ。あれは絶対黒い。だ、今日絶対6釣り。で、俺強人と思ってるのは8番さん。8番さんって6と3外したのって強人だからじゃない。だ、狼位置って普通盤面的に6か3にいるわけね。平和になったってことは。2が後半に白打ったから出れなかったって、6か3に人狼がいるのを8って、6、3、7外したじゃん。で、1、9釣りたいって言えばいいのに、そこ釣りたくない、1、9のどっちかって言えばいいのに全然言わないでしょ。だから俺8の強人目ってあると思う。強人って役出したいからね、先に。今日絶対6番さん釣りね。2番のプレイヤーが発言します。
2番です。何だろう、そっか、1番の視線的には8番が強靭に見えるか、まあ、ただ7番が強靭じゃないことはほぼほぼ分かってるのかなって思ってます。だから3人か5分の3で陣がいるかなって思って、7番強靭過程で俺に白もらってて、次の日になっても何も出ないっていうのは理的でしかないと思ってるから、うん、強靭要素ないと思ってますよ。いや、どっかしらにいるんだけど、8番ってじゃあ強靭を1番の仮定して考えた時って、8番っておのおの役をやっていて、役で出ないことをもうじゃあ潜伏決め込んでる強靭だから、なかなか難しいと思ってんですよ。まあ、釣り位置の3、6に関しては、あながち1番の思考は分かるか分かるとは思ってますけど、で俺、5分の3で陣外やと思ってるから、3番と6番に関しては、村一とこうかなっていう優勢さをしてほしいかなと思ってますね。だから僕が言ってる7番強靭が見えないなっていう世界線が分かるのであれば、村一どこら辺かなっていう論も落としてほしいかなと思ってますよ。で3番の指摘してた、平山村盤面が今こうなった場合って、3番が1番があまりローっぽくない動きしてるって言っても、そんな分からんから、マジで。なんとも言えないっす。釣り位置5番さん、4番5番さんで、なんか2個ぐらい上げてもらって構わないかなって思ってますよ。特段気になるのなんだろうな。分からんけど。まあ、1番とは俺はあまり思考合わないなっていうのを感じてるかな。8番ちゃん釣らなくていいかなって思ってます。可愛いなっていう印象がすごいんで。まあこれ嫌だったら4番さん、5番さん言ってね。ぐらいかな。どうだろう。お前とりあえず任せますわ。以上。はい。3番のプレイヤーが発言します。めちゃくちゃですね、この占い師は。可愛いから8釣らないんですね。めちゃくちゃだなと思いますけど。てか、1番さんって3番釣りたい理由って何ですかね。1視点で3ってそんなに印象悪くなるかな。しかもなんか盤面精査で、そんな3番のこと怪しくなったら1釣られてくださいと思いました。まあ、9番さんについては、私は8番さんの進行論がいいなんて一言も言ってなくって、9番さんが8番さんの進行論に乗るべきだって言ってるんだったら、9番さんは印象付けをするべきだって言ってるんですよね。話聞いてないなと思いました。話聞いてないだけで人外要素ではないんですよね。難しいですね。で、8番さんに気になったのは、まあ私は6番さんね、結構怪しいなと思ったんですよね。だからあんまり合わないなと思ったんだよな。なんか6番さんってなんて言ってたっけ、4番はなんて言ってたっけ、3は印象いいって言ってたっけ。あ、そう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 。6番さんの1番さんのに伸びた指摘が分かんないんだよな。1と8は対比ではないって言ってたけど、結構、なんだろう、対比的なこと言ってたかなって思ったから、なんか6番さんあんまり話聞いてないなと思ったんですよね。どうしよっかな、難しいな。まあ、9、6は話聞いてないんだよな。9、6は話聞いてなくって、まあ、8番さん指摘してほしかったなって思ってて、6番さんに関しては、まあ、7番もそうだけど。1釣りませんか ?1 の思考がさっぱりわかんないから1釣ります。今日1投票します。4番のプレイヤーが発言します。まあ俺は俺の思考の中では3番8番は両陣外と思っていて、1番の9番の狼否定要素は僕は納得いったけどね。俺は趣味に対して9番のその8番のなんだっけ、結論を言えって言ったことに対して、いや自分が思ったことはそれが結論なんじゃないのって指摘で、俺は9番に視点向けてるから、わかるかな。で5番に関しても そんな感じじゃなかった、わかんないけど、うん、だから盤面上を9番の狼を否定している1番はね、わかるかなこれで。8番9番に1周目からヘッドを向けている、3番はその1番を狼行動と取っていいなわけでしょ。で1番釣りでしょ。で9番は3番にヘッド向けてるけど、9番のセンサーどこ行ったんと思うし、8番俺確陣外と思ってるから、3パチ俺が生きてる限りは3パチ引き切るで、はい、まあ、1番占いとかでいいんかなと思ってるけど、9か分かんないけど、そこら辺は6番発言けど3パチラン、はい、俺が生きてる限りは3パチは絶対引き切る。8番の思考の中で3、6なら真っ当で、1番、9番がおかしい。それ全く言語ができてないし、4番、5番、何 ?3 番、4番の優劣どこでついたと思うから、8番視点で。マジで。8番確陣外だと思ってるけどね。はい。まあ、それ3番も8番に行かずに、指摘していない8番に行かずに1番さんに持っていってるんですか。3番、8番、両陣外ですね。5番のプレイヤーが発言します。うん、これ安直だけど、8番さんが陣外だったら、なんか役職点かなと思ってるんだよね、4番さん。
2番さんも、2番さんもちょっとやる気出してほしいなと思っているが、精査自体いいかなと思っていて、7番さん、俺も人外かなと、強人かなと思ってるんですよね。多分ね、ここの、これ、盤面考察になってしまうけどね。で、1番さんが後半位に陣野がいるっていう話がちょっとよくわかんないなと思っている。この状況下だったら、3番さん、6番さんが陣外だったら、普通に出るんじゃねえかなとは思ってるんだけどね。2番が後半位に出してるから、出なかったっていうのがよくわからんかったな、正直。自分に白刺さってなかったら普通に出るんじゃないかなと思ってるんだけど。っていうところと、あと3番さんが1番か6番か迷ってるっていう感じ、普通に。だから普通に3番さんって普通の村かなと思ってしまっていて、で、1番さんは9番さん絶対行きたくないって言ってて、3、6って言って最終的に6番さんを押してきたっていうところかな。なんてじゃあげるんだ。大陸軸だったら、なんか普通に1、9、3、6になっちゃうんだけど、3番さんは6番さん、もう怪しいって言ってんだよね。わかんないね。ごめんね、4番さん、俺、3、8、ちょっとこれ指定できんな。俺、正直1、6で行きたいとは思ってて、そうだな。まあ、9番さんは俺もあんまり行きたくはないかな。1、6で行きたいが、6番さんのちょっと発言聞いて行きたいかなと思っています。はい。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。聞こえますか？イヤホンが切れたんですけど、聞こえます？聞こえる？OK。まず1からつつかれたんで、ありがとうございます、追加。1からつつかれたんですけど、まあ、全員の6、8番の進行論にのっとってね、まあ、それぞれに対しての印象を結論から述べていきましたと。で、最後に9って言ったよねって言ったんですけど、別に9を釣り下ろしたいって言ったわけじゃなくて、まあ、最後だったら多分聞こえてなかったかもしれないんですけど、まあ、9番に対しては結論からいいよねっていう発言をしましたね。はい。だからなんか1番がやっぱ 1周目から印象が悪くて、まあ、9番はね、8番のその進行論にやっぱ乗っていく形がいいんじゃないかっていう発言の後にね、1番が進行論、自分の方が強い持ってるからっていう。だから8番と1番の進行論は相入れないんですよね。うん。で、後半位置に人狼がいるかもしれないっていう精査もおかしいし、この状況下で俺を人狼って見てるんですかね？わかんないな。3番も話聞いてないって言うんですけど、3番は結局結論的に何が言いたかったのかわかんないっていうのが自分の結論です。聞いてない聞いてないで言われてもあれなんだよね。まあ、グレランになるのかな、これは。7番。7番。絶対6くらいやろ、これ。うん、まあ、7番来てるんですか、6番さん。これはですね、アボックス村なんで、まあ、いいでしょう。1番釣り位置から除外で、1番占い地ですかね。1番のみ、2周目役に出るカードを、持ってるような発言をして役に出ないってことは、スムラか、まあ、人狼か、で損ねたぐらいですから、強人もないと思ってるから、1番占って白っ気だったら、まあ、可視格になるかな。うん、強人占ったら、釣っときだけ罪。なんで、だ興味あると3番とかじゃない、普通に。なんとなくどこ釣っていくかわかんなかったから。なかなかいい3番して普通に見えるのって1、9とか。うん、9番が見てて間で自信ないんじゃないの、普通に。って思えるかな。1番でも考察完了してるから、3番、6番で9番村はじきで8番強人だから。はい。まあ、それぐらいかな。勝ったのは。うん。いいんじゃないですか、3番で。まあ、3、6のランぐらいで。いや、9番相方がいないってことで4番、5番疑ってるんだったら。1番除外して、まあ、ぐらいかな。8番からそんなに、俺は分かんなかった。もう声可愛いからいいんじゃないのつんなくて。うん。一生ぶらでいいんじゃない。とりあえず、3番かな。3番か6番かな。6番もちょっと、よく分かんなかったね、今の。二郎構成は言わないと、6番さん。うん、君たちは、確実な番、いるんだから、狼2匹。どこのライン考察とかしないとね、ダメでしたね。はい。まあ、そんな感じです。俺は6番いきますね。
全プレイヤーの発言にその疑いにもどんな価値観、俺のあった価値観か。6位って3位と終わるんじゃね。投票が終了しました。未放棄？追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。ああ、マジか。俺に来てるのが結構ほとんどですよね。3、6以外。ああ、3番以外。3が1。まあそっか。俺の白結果見えないのか。俺、スムラね。厳しい。あ、そっか。あ、見れないのか。うん、スムラでした。申し訳ないですね。うん。最後7番どうぞって言ったんですけど、切れちゃったんですか。これ7って潜伏ライとかしてねえやろな、まさか。なんかもうちょっと精査落とせなかったね。この範囲じゃない。なんか7潜伏ライありそうな気がする。だけどな、人狼に気をつけてください。7番さんなんか変なことさっきしてたしね。2番の方聞くせんだけど、これ3番はつる。3番は強人やろ。黒人がやろ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。6しろ。ごめんね、俺が1番さん、6番さんで何て言ってあげたんだけど、ごめん、この6番さんの発言聞いてたら6番さん入れざるを得なかったわっていうところが正直なところ。3番さんがあさっての方向に行ってるかなと、1番さんに行ってるのが、どうだろうね。二人がいるから、六城ね、六城だから二人がいて、普通に六番さん投票してると思ってるから、三番さん逆に一番さんに行ってるっていうのも逆に城っぽいかなとは思ってしまってるかな、今のところ。で、安直に考えたら九番さんは一番さんに対してあんまり緊急しないんだけど、一番さん、九番さんと繋がってるのかなとは思ってて、で、七番さんに関しては、まあ三番に行こうか、六番に行こうかって悩んでるから、まあそこでちょっと、どうだろうね。黒出たんか、俺占ってねんか。1番さんの8番さんが強人の俺正直よく分かったのが、まあ、4番さんで、ね、俺占いで勝ち、そこの位置だったら出るんじゃねえかなと思ってて、ごめん、あ、俺7番のプレイヤーが発言します。はい、占い結果を教えてください。2番さん、まあ、なんだろうな、白を見つけてるといいんだけど、八黒だった場合に、八とか釣れたやろ。まあ、うん、八番は釣るっすけど、三一九かラスト。八番九番ってあるのかな。一番三。9番さん、進行路行った人、それにトップ渡り進行路行った人に乗るべき、8、9でやってる。1番は9番ついたくない、3番、6番、8番強心。ちょっとわかんない。とりあえず8番はついてください。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。私、白なんで語りやめてもらってもいいですかね。はい、普通に考察落としていきたいと思ってます。語り解除してもらっていいですか。占い先、本当の占い先教えてほしいんですけど、私普通にスムラなので、出してくれないんですか、占い結果。爆竹の方人狼が身分の開示を選択しました。さあ行くか。
けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2、3番のプレイヤーが発言します。あ、追加したいんで。あれ？追加できないな。なんで？追加できない。申し訳ないな。いや、難しいですね。私は、昨日は、その、3、6っぽいなと思ったけど、私は別に、6番さんは、よりは1番さん釣りたいなと思ったから、1釣りたいなと思いました。難しいですね。7で今日とかだったら、めんどくさいんだよな。7番も7番で、なんか3、6に2浪精査、構成、精査しろって言っておきながら、7番もそんなにしてないんだよな。まあ、置かれてる状況は違うけど、なかなか難しいですよ、2浪とか上げるの。難しいですね。まあ、9番さんで気になるのは、9番さんって、その1番さんに全く言及してないんだよな。1に、なんかその、8、9ってそんな印象良くないって言われてるわけじゃないですか。なんで1に対して進行論の違いだよね、だけなのかなって思ったから。もう、なんか時間ない。はい、話聞く。5番のプレイヤーが発言します。はい、4番さんごめんね。8番さん黒だったってことで。まあ、正直、3番さん、白かなとは思ってしまってるので、投票行動がなんか普通に村かなと思っちゃってるから。で、1番さんがあまりにも9番さん行きたくないって言ってるのは、なんか投票のあれかなと思ってしまって、俺ちょっと今1番さんの方が、黒く見えちゃってはいるが、ここ失敗したらまずいんか。あ、ごめん、どうした？ごめんね、4番さん。ギフトはやめた方がいいかもしれない。ありがとう。ありがとうだけど、やめた方がいいかもしれない。ちょっと考えますね。1番さん、9番さんのちょっと発言聞いて、考えてても、そういうこと？ 3 番さんが黒かもしれないっていうことか。ごめん、これ、コード考察してしまうとちょっとまずいですね。ちょっと考えます。ちょっと3番さんがあんまり考察してないからな。1番さんが怪しいだけか。7番のプレイヤーが発言します。うん。まあ3番いけば、とりあえず。ちょっとわからんな。4番組が入るってことはさ、まあいいや。4番の子は三八郎だよね。三八郎。とかもあるし。わからんけど。9番ってどうなんだろう。9番ないのかな ?1 番9番はないのかな。ちょっとわかんないっすわ。いや、3番行こうかな。ぐらいっす。はい。まあ、球児の話聞いて、まあ、考え直すかも。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。じゃあ、3番さんからのアンサーに答えようかなと思うんやけど、1番さん、いや、だって1番さんの初週の発言って、俺は潜伏が強いから。潜伏してほしい。だから8番の進行には乗っ取れないっていう進行だから進行論の違いでしかないなとしか落とせんのよな俺目線はかな。ただ3番が96で話を聞いてないだけっていうのは俺的には人外要素にはあまりローっぽくないなとは思ったんやけどなかな。はいって思ってますかな。1番さんに関してはおそらくだけど盤面でしか考察をしてないんだなって思っているからあまり触れるところがないよな。1視点で見えたの昨日の発言って8強人の36ローローやろ。なんかあんまり盤面でしか精査してないから言葉の、要は発言での精査があまり難しいなと思っているから、結構迷ってます。はい。かなって思ってるんやけど。難しい。申し訳ないですね。はい。一番の話聞いてから決めます。はい。以上。一番。のプレイヤーが一番の話聞いてからって別に9番さん目線1と3釣り切れば勝ちでしょ。7って共鳴ってかなり薄いよ。怪しい6も釣ってるし、
いや、俺もう3しか行かないよ。なぜ9を外したかって、9ってかなり釣られそうだったよね。あれ、ちょっと偽目に思われても俺は占い師をしてもいいと思った。だから9を、初日から釣り位置外したんで、8は、ちょっと後半位置に釣り位置を向けなかったことから俺強だと思った。普通盤面的に後半に狼いるからね。2が7白打って後半に白打ってるから出れなかった。まあけど、9番さん目線、3番さんの1投票っておかしいと思わないの？ 6 白見えてるから1に投票したとか、これ、霊能結果見せるってことはさ、6の白結果見えた時って盤面的に白くなるのって3よ。で、俺が狼なら5を先に噛むでしょ。5って一番怪しんでたの1だから。しかも6白結果でしょ。俺が狼の時5を噛むし、俺がなんで占いに出ないの？潜伏の方が強いって言ってて、しかも2番は 1周目から出てきて、2番1周目から出る必要がないって黒塗りすればいいじゃん。そこを、俺を釣ろうとしてる3がおかしいって、もう7の共鳴がないから3釣っておらなかったら9で、もう盤面的に俺が最初だから勝てるでしょ、今日絶対3釣り。全プレイヤーの発言が。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。9番さんはなんか初週で1番さんがなんだっけ8級のことを怪しいって言ってたじゃないですか。それでなんか1番さんのことを、進行論の違いだよねだけで片付けるのも変だなと思いますけどね。あと9番が3番に拾った要素って全然話聞いてないし、それでなんか人外視してるのは変だと思うし、9番が、3番のことを印象悪いなって思うんだったら、5番じゃないや4番とか変に思わんかったのかなと思いますけどね。3番普通とか言ってたし、で5、6については3番の印象がありませんって言ってんだから、9番が4、5、6に視点が向かないのも変だなと思いましたけど、まあ1番さんがなんか自分のこと最初だとか言ってるけど盤面精査しかしてないし、私が狼だったら2番が芯で出てるなっていう風につけるんだったら出ますよ。しかも2周目出ますよ。1番さんが村主張するんだったら3番が狼だったときって1番さん潜伏大好きなんでしょ？だったらもう3番は2周目で出ますよ。2番さん出てんだから。盤面精査するんだったらそれも精査してほしいなと思います。いやーどうですかね。6番で強靭落ちてるかな。しかもなんか、6番の色見せたらどうのこうのって言ってるけど、4と5ってまスイッチしてるわけじゃないですか。その論は成り立たないなと思いますが。4と6スイッチ全然最初じゃありません。うぬぼれすぎです。夜が更けました。人狼に気をつけてください。やっぱ当たってたやん。8、9両方黒いって。まあこれ7かもやろ。7噛んだらさすがに5気づくやろ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番7番のプレイヤーが発言します。はい、まあ話聞いて、まあ決めますか。決めば1番、あ、自分教授じゃないんで、はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ頑張ってください。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。自分もう9にしか行けないんやけど、別に3番の言われている、だって進行論の違いやん。 9、8印象悪いって言ってるから、1って結局2周目の発言聞かずに釣り押されてるわけじゃないから、別にそれって人外要素にならんかな。だからその点で俺は
な、話を進めてたんだけどな。そう、一番さん黒なんや。そう、別に人外要素はないと思ってるけど、まあ、一の言っている最初っていうのは分からんけどな。その神考察の観点がよく分からんから俺には。はい、かな。だかどの点を取って、要は発言の精査をしてないよね。じゃあ発言の精査で違和感を拾えてないから盤面でしか追わんっておかしくないかって言ってるから、要は盤面って人外がつくのやろ。じゃあ一番さん盤面でしか考察しないんやったら人外やないかなって思っちゃうかな。はい、こんぐらいしかわからん。だって考察してないもん一番さん。はい、以上。一番のプレイヤーが、はい、9の黒要素しっかり言うから聞いてね。まず俺8、9ともに怪しいんだよね初日に。あの、なぜかっていうと狼って初日から役出したいのよ。で、8番も役出したがってる。9番も8の進行に従おうって役出したがってる。俺は役出したくない派よね。で、俺が人外だったら、人狼だったら2周目占いしようで、絶対出た方がいい。平和にする理由ってないから。狂人が出たら潜伏して、狂人が出なかったら俺が出た方がいい。で、信用が取れなかったら2巻でもいいし、1巻でもいい。で、なぜ9番が釣られそうで占いしように逃げなかったか、あの理由がある。9番は8番の進行に従えばいいってことは、9が占いに出ても信用取れないのね。そこなぜかっていうと、9は8の進行に従えばいいってことは潜伏できないのよ。もう占いないの透かしてるから。でしょ？だって8の進行に従うんだったら9番が占いなら出てるから。そこが9番の黒要素。で、9番は初日に3に入れるって言って6に変えてるのは3が1を怪しんでるから。しかも3強目で見たんじゃない？結構1とかつられ1じゃないのに。3が1投票ってこれ3の強があるから9って6いったんじゃない？そこが9番さんの黒要素ね。全プレイヤーの発言が終了。この私を疑うつもり？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。ゲーム終了。村人陣営の勝利。これ一番さんが強すぎたな。6強か。ごめん、サンバさん、ごめんね。いいですよ。いや、一番さんの最後の脳がすごかった。やっぱ8、9、初日から当たってたんやね。けど、まあ、まあ楽勝ですよ。俺、いつ外したことないから。てか、1番ってなんで私の方怪しいの？ 8、9怪しいの？いやいや、まず3番さん目線も6怪しまないと、9外して。で、俺は一応潜伏フラグまで打ってるから、俺が人外なら、強人人狼なら出るよ。いや、盤面で9番白弾きして3番に来るって言ったら、私目線人外。で、占い値俺だからね。だって俺強人だったらまず出てるから、占い値完全に1ね。だからもう7番さんがそれ言ってる時点でも7絶対強靭ないなと思った。あんまり納得いってないです。え、強靭誰でした？ 6やないの？ 6番でしたよ。あ、やっぱ6番さんない。単純にね。いやマジでね、ほんと人狼は盤面晴らして SG1 ちょっと早めに探しときたいんよね。